新たな証拠が見つかったそうだよ。証拠ごときで結論は変わらんよ。いや、証拠の意味。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでやっていくか。あ、間違えたそうそう、なんかすごいさ、ネズミがうろつくようになったんよね。え、何？へそくり2500ゴールド？やった。この2500ゴールドで旅館ロビーにいるムカデから最後のバールを購入してね。え、もうなんかヒント出してくれるようになったの？凶暴なネズミだ、戦いますか？何？残り食欲って。あ、ヘビだからネズミ食べるの。なるほどね。残り食欲10、戦う HP-5、 まあ、食欲マイナスに20もないけんね。戦おう。ふぅ、やっつけたけどなんかあるんかな。リンゴ。こっちはパンケーキ。いや、いっか。何これ、ポーション獲得しました。なんか回復アイテム、なんかめちゃくちゃいっぱいアイテムあるんだけど。最終局面に向かっている。なんかあそこお金めっちゃ落ちてない？うわ、でもめっちゃガードされとる食べたり飲んだりすると食欲が自動で消費される仕様だよ。仕様だよ。リンゴやジュース等のような消費量が記載されてないものでも食欲が10ずつ減ってるから要注意だよ。マジで？私めっちゃ食べたり飲んだりしまくりよるけど。お腹いっぱいになると飲み食いできなくなるからトイレに行ったりするしかないよ。あ、え、今まで一回もトイレ行ってないな。それと薬草ポーションは食欲を消費しない上に推理パート中でも使用できるから貴重だよ。あざす。もらっていきます。2つ。あのハンターの客が死んじゃったら放火と監禁の動機が謎のままだよ。あそこにもネズミがいるな。え、てかさ、普通に食べ物も推理パート中も使わせていただきたいよね。持ち物として持たせてよ。ヘビ撃退マシンが戦いますか？戦う。戦う。なんか大量にお金はあるけどさ、一個一個がめっちゃ少なかった。めちゃくちゃ少なかった。以上か。まあでも最後のバールはもうゲットできるわけやけんね。ちょ、あっち側に通り抜けたい。あそこは今操作中かな。何？なんかめちゃくちゃ豪華な料理いっぱいあるんだけど、あれ何？豚の丸焼き？クマみたいに見えるけど。凶暴なネズミ、戦うぜ。もう食欲ゼロや。青リンゴ。食欲ゼロやけど普通に食べれてない？もしかしてこれを食べる必要があるんだろうか。必要は別にないかな、わからんちょっと待って、体力回復したいけんさ、食べます。え、あ、びっくりした、何も増えてなくないって思った。増えたね。チッってなっとるね。トイレを使用すると食欲が全回復します。一つのトイレにつき一度まで使用か。一度まで使用か。トイレ何個もあるんかな、全然わからんね。まあでもチェックってついてるけんな。とりあえず一回使っとくか。今食欲ゼロやしね。君は忖度という言葉を聞いたことはあるかな。あるよ、いっぱい。よく言えば思いやり、悪く言えば親切の押し売りのような使われ方をされているようだ。この旅館は過去にも蛇が殺される事件が起きていたが、人間が殺されるのは初めてだよ。忖度っていう言葉、なんでそんなに強調してくるんだろうか。よくわからないな。とりあえずちょっとスキルを、よし、ちょっと待って、行かせてくれ。あ、なんかいっぱい食べ物いっぱいあるな。
流れはだいぶ奥まで続いてるよ。下手に刺激するともっと流れ込んでくるからうかつに手を出さないよ。かわいい。雪崩だ。衝撃を与えるのは危険そうだ。脱皮で雲の上マップに移動することが可能です。いや、いいです。雪崩に体当たり。そこ入れない。あ、入れた。この旅館のお土産は実用性重視だよ。買取もやってるよ。買取？マジで？換金アイテムがないようね。なかった。お、これは？研究レポートがある。知識レベルが高いほど獲得経験値が上昇するようだ。知識レベルゼロやけど、まあまあまあ読もう。え、内容が読めるわけではないんや。そういう感じなんや。なんかめっちゃいろいろ行けるところが急激に広がった。なんだこの旅館は。客室よりも従業員の部屋の方が少し広いじゃねえか。これ従業員の部屋？なんか従業員の部屋の方がね、広いし豪華じゃない？綺麗やし。しかもなんかお金いっぱい落ちてんだけど。急になんかめちゃくちゃいろいろと荒稼ぎができるようになったな。もう大詰めなんだろうか。これ何？プレミア効果だ。500ゴールドで換金できると。換金アイテムゲット。ネズミ入ってきたよ。なんか防具とか武器とかゲットできんの。あー、やめてよ。ねえ、邪魔なんだけど。邪魔な。結構みんなうろうろするのね。え、びっくりした。閉じ込められたんかと思った私。あ、あれは警察犬か。え、なんでそこに何か重要なものがあるのでは。なんかこの壺でかくないって思ったけど何も入ってない。ちょっと後から行こう。とりあえず他のをね、いろいろ確認してから。え、でもさ、もう食欲が回復できんけんさ、こっちにもおるやん。え、そもそも入れてもらえない。でも絶対なんか方法あるはずやって。知らんけど戦う。これは、え、ここでもセーブができるぞ。しとこ。金庫や。ナンバー6会場は現在所持金の数値が影響します。何それ。バールでこじ開けるナンバー6で会場キャンセル。現在所持金の数値が影響するってどういうこと。ナンバー6で会場。ナンバー6会場は現在所持金の1000の位と100の位が同じ時のみ会場可能です。無理やん。3と6やけん無理やね。ってことは、あ、バール持ってね。これでどうなった。3と7やけん全然ダメやった。お金調節してあそこに来ればいいってことね。入れろよ。全然入れてくれない。ネズミ全部駆除した方がいいんかな。とりあえず駆除していくか。これは薬か。え、薬用青汁がある。まずいのに飲むにはレベルが30以上必要だ。いい。レベルがないと耐えられんねや、そのまずさに。なるほど。これはメロンソーダ。今までも食欲そんだけあったってことか。別になんもないな。ネズミ全部退治したけど。なんか犬用おもちゃとかない？なんかさ、もうさ、絨毯からして違くない？従業員用の方。ここずっと気になっとったんよね。なんなんやろ。食堂や、食堂。なんか帰ろうるんやけど。あ、トイレ。この旅館は呪いの噂が絶えないのに客が集まる理由ってわかる？物好き。この旅館には三大名物があって、この旅館、間違えた。
温泉と気まぐれパスタと、あともう一つは忘れちゃったわ。忘れるなよ。現在利用できません。どうも。食べ物はどれも命で作られているから、食べ物を粗末にはできないよ。まあね。あ、なんかいろんな、あれは包丁っていうことなんかな。めちゃくちゃ剣やけど、くっ、何もない。あれ、あ、そこにおった。凶暴なカエルなんやこれ。やっつけた。カエルまでいるのか。この先はいつ行く必要なさそうだ。めちゃくちゃ気になるんだけどめちゃくちゃ気になるけど、でも行ける、行けるんやね。待って、普通のバールはどうやってゲットするの。もうなんかガラクタの集まりみたいなとこからゲットできんかったよね。この旅館に多大な寄付をした命の救世主 X を称えてどうぞ。そうやったんや。温泉の準備がやっと終わったよ。わからないことがあったらそこら辺の電話機を利用してね。了解です。もう使えるん、早くない？事件が起こったというのに。洗濯機ん？あれはどこだ？外側？屋根の上？どうやって行くの？屋根の上。温泉の開始時間が遅れていたよ。なんか急に。なんかロッカーの上にもあるけど、あれも上から行くってことか。どうやって行くんだ。温泉の利用時間に厳しい割に旅館側は時間を守ってないよ。それはしょうがなくない？あ、ここでも記録ができる。なんかセーブ場所も増えたな。なんでこんなボロボロなんやろ。回復は回復はね、ここは何？ここも最後のバールで、なんか使うような場所がいっぱいあるんだな。あ、ここから行けた。滝登りができるんやな、この蛇。プレミア効果、イエーイ。そして戦う。あっちもやっつけとこう。ネズミおったよね。よし。そしてプレミア金か、効果。さあ、ちょいといろいろ。ミルク、ピザ S サイズ。最大 HP まで増えるんや。へえ、いいやん、いいやん。で、ちょっとだいぶ体力が減ったんですけど。カレーだ、食べますか。食べる。めっちゃ経験値増えるやん、やば。食欲ゼロになるね、これで。ちょ、待って。ってことは、トイレ、トイレ。はい、食欲全回復。邪魔だな、そこ。いやー、邪魔だよ。ちょっと可愛いけども。で、ちょっと体力が一旦、一旦は寝るんかな。どうなんやろ。ピザ M サイズ。あ、でもちょっとあそこのさ、とりあえず最後のバールゲットしたいね。最後のバール今なら半額で売ってやろう。2500。お、値切りは知識がないからできない。バール購入。毎度。商品の最後のバールだが、俺の宿泊部屋のスクラップの中にあるから自分で探してくれ。こんな形だからすぐ見つかるはずだ。6号室だぞ。間違えるなよ。お金払わずにゲットさせろよ。あのスクラップの中にあるの？てか、あそこあいつの部屋やったんか。じゃあ、さっきの売上金かなんか？めっちゃ持ち出したけど。最後のバールを獲得しました。さらにスクラップの中から紙切れのようなものを発見。ほ、これは誰？大変だ、事件だ。大浴場で殺人事件が起こったらしい。再会したばかりなのに。またなの？再び事件が起こってしまったところで、あなたの ターンです。至急大浴場に向かう。ここであえて部屋に帰る。部屋に帰ってリモートリモート自分はもう安全な場所から地球大浴場に向かう。
待って、体力めっちゃなんか増えた。体力どういうこと？ハートが移ったら体力が増える。誰？死んでるよ。今回も大浴場だよ。今までこんなキャラいましたっけ？入浴中に殺されちゃったみたいだね。凶悪犯は逮捕されたんじゃなかったのかい？うん、まあ凶悪犯が単独とも限らんしな。まあ死んだのが人でないだけ不幸中の幸い。ってこのヘビうちの従業員じゃないの。これシェフ、シェフこんな色でした？キッチン担当のヘビシェフだよ。シェフが死んじゃったよ。さっきまでなんか元気に働いてたけど。従業員とはいえたかがヘビだろう。いやシェフは重要だって。それにヘビの従業員ならもう一匹残ってるだろう。気まぐれパスタを作れるのはシェフだけなんだよ。もう一匹のヘビ従業員とは違ってシェフは貴重な人材だったのよ。ふん、ひどい言われようだな。とにかく死因の調査を頼んだ。おいおい、また数字遊びでもする気か？もうゲーム感覚で操作してる場合じゃないぞ。数字よりも死因で示せよ。今回はやけにムカデが張り切ってるわね。殺した犯人が許せねえんだよ。いくらヘビの命が軽いからと簡単に殺しやがって。なんかどんどんヘビ側の味方になってきてるね。死因が解析されたようだ。いつどこで？早いな。被害者のシェフは毒殺されているようですね。第一発見者は誰だね？そこにいるポイズンスネークが第一発見者だとよ。毒殺で発見、第一発見者がポイズンスネーク？犯人じゃねえか。被害者のシェフとは一緒に温泉に入ってたよ。事故ってことですか？なんか毒素がにじみ出たとか。やっぱ色違うね。お亡くなりになってしばらく経ったらああいう色になってしまうってこと？確かヘビは2匹まで同時に入れるのよね。一緒に入っていただけで突然シェフが死んじゃったよ。事故だな。被害者とポイズンスネークが2匹で入浴。死因は毒殺。もう答えは出てるじゃねえか。ねえ、犯人はポイズンスネークで確定のようだ。今回の事件は秒殺だったな。うん、それ以外にないと思うけど。殺してないよ、本当だよ。いや、殺意があったかは、まあ、なかったと思うけど、殺したのは君だよ、おそらく。それに、被害者の方から一緒に温泉入ろうと誘われたんだよ。意義あり。ここで意義は入れないでほしかったな。ごめんね、とりあえず言ってみたんだ。意義があるなら、被害者から誘ったのはおかしいっていう証拠データを提示しなさいよ。マジで。なんかいろいろ増えてるね。木の扉、バールで壊せる扉、設置した犯人はハンター、動機は不明のまま。不明のまま死なないでいただきたい。金の扉、どんなバールでも破壊できない開かずの扉、救世主 X の口座に7770ゴールド振り込めば解除される仕様。ムカデとハンターの持ち物検査。初日6号室のムカデと7号室のハンターは持ち物検査。ムカデの荷物からバールが発見された。入浴制限、ヘビ同時2匹まで。うんうん。温泉、温泉に解毒作用。温泉には解毒作用がある。解毒作用はあるぞ。そうか、あったな。それって、ポイズンスネークのポイズンは、作用しない感じか？ハンターが殺害される。深夜停電後、ハンターが殺害される。包丁8号室に落ちていた凶器装備すると攻撃力プラス3、人間専用。プレミア効果、換金用、売店に持っていけば500ゴールドで換金。今1500円分あるやん。1500ゴールド。鉄格子、蛇とかの毒が塗られているため蛇でもくぐれない。最後のバールで破壊か。鉄格子、毒が塗られとったんか。旅館に捜査令状、国から発令された正式な捜査令状。この旅館の凶悪犯を捕まえるべく警察が出動。温泉入浴は3分まで。旅館の利用規約、時間制限が不自然に短い。温泉に HP 回復効果、微量の HP 回復効果。殺害されたのはシェフ。ヘビ従業員のシェフが大浴場で殺害。気まぐれパスタを作れるのはシェフだけ。ポーション、使用すると HP が10回復。最後のバール、鉄格子をこじ開けるのに必要。ヘビボール、監禁用の救済アイテム。緊急用アイテムくじ。被害者から誘ったのはおかしい。証拠データないよ。ないって。クソ、もうダメージを受けるしかないのか。私、温泉に解毒作用。
矛盾点はそこじゃないので分かってるんだよ。経験調子さに難易度の高い場面でイギって失敗したパターンだな。ごめんごめん。ポイズンスネークの証言の矛盾点は、殺害されたのはシェフである点だ。被害者はシェフ、つまり旅館の従業員なのだよ。従業員が客を誘って仲良く温泉。そんな旅館あるものか。まさに死人に口の人は言ったものだ。本当だよ、従業員の方から誘ってきたんだってば。うちの旅館の教育が行き届いてないみたいじゃないの。それにうちのシェフは料理で忙しかったのよ。めちゃくちゃ増えてるパスタ。温泉なんて入ってる暇ありゃしないよ。そういえば食堂でパスタを大量に作ってたわね。本当にシェフから誘われたんだけどな。どう考えても誘ったのはポイズンスネーク側だろう。まあでも温泉制限時間というか、入浴する時間3分までってなっとったけん、そんなに時間はかからんのじゃない。そしてヘビ従業員のシェフを温泉内で毒殺したわけだ。ここでやっとさっきのやつやね、矛盾している。温泉内で毒殺、何が矛盾しているのかね。温泉に解毒作用。そうだよ、温泉には解毒作用があるはずだよ。解毒作用がある温泉で毒殺するのは理論上不可能だよ。理論上不可能だよ。しかし死因は毒殺で間違いない。この温泉からも解毒作用どころか真逆の毒の成分が検出されている。じゃあ解毒されてないやん。要するにポイズンスネークの出した毒が温泉の解毒作用よりも強かった。ホコタテのうちのホコが勝っただけの話だよ。その毒情報は本当なのかな。うちの温泉の解毒作用がヘビ一匹の毒に打ち負けるはずないよ。嘘だと思うならその温泉に入ってみればいい。なくなりたくね。ヘビ従業員が危険な温泉に入ろうとしています。代わりに入りますか。どうぞどうぞ。目の前で殺人事件が起こるかもしれないけど自分も死ぬかもしれない。どうぞどうぞ。じゃあ入るよ。押しちゃダメだよ。あ、押さないけど自分の手は汚さないので押しちゃダメだよ。絶対押しちゃダメだよ。押しまーす。じゃあダン。落とされたよ、毒に侵されたよ。毒に侵された時は温泉に入れば治るわ。ここがその温泉なんだ。その温泉そのものが毒に侵されてるんだろうが。毒の治療には解毒剤が必要だよ。誰か解毒剤をお持ちのお客様。そんな都合よく解毒剤なんて持ち合わせている人いるわけ。ちょうど解毒剤を持っていたところだ。ムカデいろんなもの持ってるな。500ゴールドで売ってやる。そこの探偵の蛇が買うべきよ。うちの従業員を突き落としたんだからね。ただでさえ従業員が一匹死んだばかりだというのに危険なことさせて。いやだってめちゃくちゃ降ってくるから。無理やり解毒剤代を払わされました。ひぃ、マイナス500。毒が治ったよ。危なかったよ。ん？この解毒剤。そこまでだ。いや、何、言わせろ。これで温泉に毒が混入していると証明されたろう。その毒を混入させたポイズンスネークを容疑者として事情聴取する。解散しました。やっけねー。待ってくれよ。屍のようだ。置いとくなよ。犯人はポイズンスネークで決まっている。証拠品とか集めたりするなよ。あとロビーに人を集めたりするなよ。食堂の地下階段は木の扉だけのセキュリティに対して、こっちの地下は鉄格子で封印。これは闇が深いわね。じゃあここに行くべき？でも脱出するための、この大浴場内には証拠品はなさそうだよ。そうなると他に調べられそうな場所は、地下？でも最後のバール、シェフを殺した動機は料理にネズミを入れられた腹いせってところだろうな。それは嫌だな。あれ、なんか出してもらえたの？ムカデがなんであの解毒剤瓶を持っていたか気になるよ。仮釈放されたよ。早くない？どう最近？誰だよ。どう？何がだよ。無実なのにな。ずっとなんか軽いんよね、ポイズンスネーク。この毒蛇が口を割らないようなら直接体内を検査する必要がある。まあその方がいいんじゃない？
真犯人が見つかったからといって大型種がシロとも断定できんよ。この毒蛇と大型種は部屋が隣同士だから結託してる可能性もあるのだよ。なるほど。いや、ロビーには戻れないんだな。うちの旅館で気まぐれパスタを作れるのはシェフだけだったのに。じゃあもうここで使うしかないってことか。最後のバール、シェフは料理で忙しかったから温泉に入る暇なんてないよ。あの毒蛇の客に無理やり誘われたに違いないわ。いやでも絶対シェフからって言い張りよるもんな。じゃあ行きますか。しょうがないね。何ここ、え、何この怪しい施設。めちゃくちゃ点滅しよるな。ちょっと他のとこ調べてからに。最後のバールめちゃくちゃいるやん。てか何このし、あれ最後のバールじゃね。くれよ。人工温泉装置だ。これは事態が急変するぞ。電動式4種の素材が配合される仕様。アイテム欄からも確認可能。4種の素材が配合され、何この中にポイズン仕様みたいなのもあるってこと。証拠品が見つかりました。電話か旅館の従業員に相談することでいつでも推理パートに突入できます。どう事態が急変するのかがよくわからないんだが、とりあえず集めます。ちょっと待ってね。相談するか。証拠が見つかったって。見つかったっけ。いや、謎は解けた。皆さんを集めてください。ダメ、呼ばない。なんでやねん。証拠が見つかったの。謎は解けた。皆さんを集めてください。ダメよ。全然集めさせてくれねー。どういうこと。じゃあちょっと探偵に、探偵刑事やった。全然何もさせてくれねえじゃねえか。どうすればいいんだ。もう一人の従業員か。ん、証拠品が見つかったって。謎は解けた。皆さんを集めてください。もうみんな集まってるけど集めるよ。やっぱ持つべきものはヘビ仲間だね。推理パートに突入します。推理パート鉄格子編前半戦。前半なのか。あ、犬も集まってきとる。長期戦になります。選択肢の難度も上がってくるのでヒントや回復アイテムを活用しましょう。長期戦マジで。また探偵のヘビが出しばりやがったか。爆発の日が迫っている以上探偵ごっこもそろそろ終わりにしてほしいものだ。それに犯人はポイズンスネークで決まっただろう。今さら蒸し返すなよ。新たな証拠が見つかったそうだよ。証拠ごときで結論は変わらんよ。いや、証拠の意味、事件の根底を覆すような証拠でもない限りはな。事件の根底を覆す証拠品を提出してね。軽い。さっきのやつってことかな。何これ。命を粗末にしない主義。被害者のシェフは命を粗末にしない主義。ネズミやカエルのような食材も無駄にしない。従業員が給料日前で金欠。ヘビ従業員は給料日前のため脱出用の資金提供には協力できないらしい。なんでこの辺急に増えたんやろ。何の意味があるんやろ。ムカデとハンターの持ち物検査。これはやったやつか。やったやつっていうか読んだやつか。人工温泉、外浴場地下の設備、香料、合成着色料、ポーション、解毒剤の4種の瓶から少量ずつブレンド、電動式。ほう。あ、ってことはここで解毒剤を消し取ったとかそういうこと。そういうことができるんかな。人工温泉装置？地下に人工温泉装置だと？どういうことだ？知らないわよ、そんなの。蛇のザレ言よ。このババア、認めないつもりだな。だったら地下にある人工温泉を直接見に行けばいいよ。地下への鉄格子はなくなっていることだし。ダメダメ、地下は立ち入り禁止だよ。利用規約にも書いてあったろう。そういえば地下への立ち入りは不法侵入罪で逮捕なんだっけ。そんなこと言ってましたっけ。それじゃあ地下に侵入せずに人工温泉の存在を立証するしかないかな。
そういえば今朝の大浴場の開始時間が遅かったような。温泉の開始時間が遅かった理由、あれが原因なのでは。停電の影響。停電？そういえば夜中にあったね。停電は関係ないよ。温泉って何のつながりもないじゃないのさ。いやだから機械だからね。停電によって温泉が遅れた理由とは、暗くて温泉の住民ってこぞったから、温泉自体が電気で動いているから。なんでそんなに人工温泉を何否定してんの？ここはなんか天然温泉が売りっていうこと？そうだよ。停電が起きたことで人工温泉の再稼働に手間取った可能性が高いよ。違うったら、遅れたのは昨日の事件の死体処理に手間取ったからだよ。やだな、前日に死体があったとこに行くの。温泉が電気で動いてるなんて憶測に過ぎないわ。温泉が電気で動いている証拠になりそうなデータがあればな。電気で動いている証拠になりそうなデータあるのか、なんか電気で動いている証拠になりそうな記録データ、電気で動いている、この温泉入浴は3分までっていうのがなんかあるのかな、どうなんだろうか。でも他には、他には何もなさそうなんよね。あっとた。温泉は1日3分？そういえば利用規約に書いてあったけど短すぎるよね。温泉なんて減るもんじゃないのに。そうか、入浴時間がやたら短く設定されてるのは電気代をケチるためなんだよ。何？入ってる間しか稼働してないの？そういうこと？つまりこの温泉はやっぱり電動式の人工温泉なんだよ。入浴時間が短いのは順番待ちを避けるためだってろ。温泉が狭い分時間が短くなるのは当然だろう。まだ言い逃れる気か、しぶといババアめ。人工温泉を認めさせるにはもう強行手段しかなさそうだよ。そういえば旅館の弱みになりそうな出来事がつい最近あったような。旅館に人工温泉を認めさせる脅迫材料を証拠データの中から選んでね。旅館に人工温泉を認めさせる脅迫材料、もう脅迫って言ってるし、何脅迫材料、人工温泉、他に何があるんだ。最近あったことって何？脅迫材料、全くわからないですけど。みじんもわからないですけど。解毒作用。うわぁ、違う。深夜に旅館にとって致命傷になる事件が起きていたはず。停電？ハンターが殺害される？そうだよ、旅館内に殺人が起きている以上、人工温泉がどうの言ってる場合じゃないよ。もう認めるしかなさそうだよ。分かったよ、認めりゃいいんでしょ。早っ、ようやく白状したか。人工温泉について詳しく説明したまえ。人工温泉の成分は香料、合成着色料、ポーション、解毒剤の4つの瓶から少量ずつブレンドされる仕組みだよ。少量のポーションや解毒剤が回復効果を担っていたんだね。少量しか入ってないんか、そこは多くしろよ。まあとにかく温泉が人工だろうが天然だろうが、毒を放ったのはポイズンスネークってことには変わりない。そこのヘビ、何か言いたげだな。さっきムカデが持ってた解毒剤の瓶、その人工温泉用の解毒剤瓶なんだよ。ギク。